欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は12月23日月曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。6年生はね、冬休みに入ったということで、報告書の結果なんかもすごく気になるところだと思いますけれども、あとはね、報告書の点数がたとえどんな形であろうと、2月3日本番に向けてですね、まだ適正試験500点、作文200点、この700点がね、残ってますので、300点のね、報告書はね、各塾の先生とかにね、自分の通知表を持っていけばね、それなりに点数の方を報告書の方を出していただけると思いますので、そこから逆算してね、本番では適正と作文どのくらい取らなきゃいけないのかっていうことをね、逆算してやっぱり考えて、勉強していくべきじゃないかなと思います。冬休みなんでね、どのくらい勉強すればいいのかというふうな話がありますけれども、欧州館の通塾生のみんなには言ってるのはね、どのくらいって言ってるかっていうとね、起きてる時間ずっと勉強です。基本的に起きてる時間ずっと勉強、これはもう合格する受験生であれば当たり前のことなんですね、実は。これは中学受験生でも高校受験生でも大学受験生でも同じです。たとえどこの学校を狙ってるにしても、我々としてはやっぱり起きてる時間ずっと勉強するのが受験生かなと、この時期のね、6年生であればっていうことですよ。やっぱりね、倍率10倍から来てますんで、欧州館は甘くないというところで、やっぱりね、記念、欧州館ね、倍率10倍あるんだけど、いろんなタイプの子がいますので、近いから受けようとかね、一応受けてみようかなみたいなね、そういう子は別に一日中勉強しなくてもいいと思います。ただやっぱり本気で狙ってる子に関しては、我々もやっぱり悔いは残してほしくないので、本当のことを言います。起きてる時間ずっと勉強してください。そのぐらいやってこそ初めて欧州館合格が見えてくるんじゃないかなと。甘くないです。世間で思われてるほど欧州館受験は甘くありません。本気でやるということであれば、6年生の子残り何十日もないですね、40日ぐらい、悔いなくやるという意味では、起きてる時間ずっと勉強、欧州館のはでも朝10時からね、9時半まで、大晦日も元日も教室の方開けてますので、塾生のみんなはね、当然ずっと来て、勉強し続けてください。でね、勉強しろしろといってもね、どういうふうに勉強すればいいのかというところはね、今このね、資料がね、ようやくこれ出来上がりました。欧州館の案による欧州館入試徹底分析っていうね、この本、本書を読めば今年の欧州館入試の出題が見えるはず、熟成必見と書いてるんですけれども、この中身はね、どんなことが書いてあるかというとね、欧州館の傾向分析をね、すべて書いてます。過去8年間の過去問の欧州館の出題の仕方、それぞれの問題の難易度、どういうふうに考えればよかったのかで、欧州館のね、適正試験、作文試験の傾向分析ですね、これをね、欧州館 の、先生、我々全員で、分担しながらですね、作りました。これはね、やっぱり1年かかりました、これ作るまでに。1年かかりましたんで、ようやくね、ようやく出来上がったということで、今塾生のみんなにはね、これ配ってるんですけれども、もしね、これを見たいっていうね、この方がいればね、ちょっと電話をいただければ、塾生じゃないこれもね、ちょっとね、これね、見る機会をね、熱心にこの動画見ていただいて、これちょっと傾向分析見たいよっていう方がいれば、ちょっと飯塚まで電話ください。すごくね、今年の出題の傾向が見えるような内容にしてありますので、非常に参考になるんじゃないかなと思います。我々もこれをね、作っていきながらね、改めてね、欧州館っていう学校はいい学校だなというふうに思いました。ぜひね、今年の受験生であればこれをね、
ぜひ見てほしいなと思います。と同時にね、あとはね、過去問ですね、まあどのくらいやってるかなというところで、今大週刊ノアの塾生にはね、過去問10週というノルマを課して今やってるんですけれども、12月のね頭から20日ぐらいまでで3週やってくださいっていうふうに言ってね、まあ全員が正直クリアできてないんですけれども、まあほとんど半分以上の子はね、3週クリアしたと。するとこの12月21日から大晦日までの期間で2週と、で年明け1月で5週と、まあこれで合計10週が目標なんですけれども、まあただやっていればいいというもんでもないですけれどもね、お週間の入試傾向を踏まえながらね、過去8年分がしっかり理解し自分で解説できるレベルまでやってこそ合格に近いんじゃないのかというところを塾生みんなに言ってますのでね、まあ繰り返し勉強しつつ、お週間の入試問題の真髄っていうかね、そこをね、しっかり頭にここにアウトプットできるようになってくれればいいんじゃないかなと思います。今日のね、まあ、この5週間入試徹底分析、これができたぞということのお知らせと、あとはね、この冬のね勉強の過ごし方6年生に向けてね、頑張れというね、全大週間受験生に向かって頑張れというねエールをね、今日この動画でね、お伝えしたいなと思って、放送しました。冬ね、風邪ひきやすい時期ですけれども、風邪に負けないようにね、ちょっと体調が悪い時はね、まあ、睡眠をとったりとかね、して、食事もしっかりとって睡眠もとって、で起きてる時間勉強して、2月3日最高の状態でね、悔いのない大週間受験をやってください。みんな、じゃあ受験生の皆さん、大週間目指して頑張ってください。